ここは田渡がディフェンスについていきます。長谷川とのマッチアップ自分でいきます、エンドワンです。いいですね、隙をついて、はい、そして高い位置からボールを奪います。キット高木インサイド狙っていきました。いいですね、はい、はい、この豪快なダンク、ラッチのプレーです。ジョーンというホットラインでしたが、これは先ほどのプレー。シュート落ちてもやっぱりリバウンド取れてるとやっぱり打ちやすいですよね。そうですね。第2クォーターが始まりました。白いユニフォームのアクタのポゼッションから始まりましたが、渋谷がボールを奪い返してマカドゥ、ベンドラメからもう一度マカドゥ、ボールスタンドダンク。画面の右から左に攻めていきます黄色いユニフォームの渋谷ですが、ここでターンオーバー。アキタがここはポイント上げていきました。長谷川です。白いユニフォームのアキタのポゼッション、キットが周りを見て田口にボールがつながった。回ってきて田口のシュートを決めてきました。秋田も確実に得点を奪っていきますが、パスが少し乱れてターンオーバーになります。前を走るマカドゥ、2対1ダンクで締めくくりました。キット古川ボールもらう、インサイド切れ込んでフェードウェイ決めてきました。キャプテン石井とのマッチアップ、おっと後ろマカドゥ触っていきましたが、インサイドをつないでいきました。ハンターのシュート、長谷川も激しく打っていますが、石井さあ決めていきます。 いいですよ、なんとかマカドゥのシュート、石井が飛び込んでいきます。そしてスリーポイント決まります。残り時間ショットクロック5秒というところで、キット打っていって決めます。よく決めますね、はい、ベンドラメ、ケリー、ベンドラメのスリーポイント、キャプテンが決めていきます。これはショットクロックギリギリまで使っていきました。さあ西野、まもなく10秒、時間を使います。ヒットが打っていって、これが決まります。ここで試合終了のブザーを迎えました。秋田としてはゲーム1はリードをされる展開でしたけれども、このゲーム2は